はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日2月11日金曜日ということで、今日は建国記念日のようですね。はい、カムカムエブリバディの72話の解説の方をやっていきたいと思います。72話では日向にもサニーサイドが見えた瞬間が描かれておりましたので、その辺を含めて解説の方をやっていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、第72話は高校3年生になった日向が描かれていました。日向が一人で店番中に不愛想な客がやってくる、そういったシーンから第72話は展開していきました。その不愛想な男は、いつものおばさんはと尋ねます。いないということを伝えた日向に対して娘と聞いてきます。そしてあんたでは新しいの焼いてと言われますが、日向は実は新しいの焼くことはできないということで、焼けないことを知るとこの家の娘だろう、嘘だろうと軽蔑した目で日向を見つめている様子が描かれていました。そして会計を済ませて引き算はできるんだと、この不愛想な男は一体何者なんでしょうかね。はい、そしてこの不愛想な男役を演じているのは本田かなたさんです。はい、私不勉強でちょっと知らなかったんですけれども、1990年11月生まれということで、現在31歳の宮城県仙台市出身の俳優さんのようです。2002年の映画リターナーで子役としてデビューされております。そしてヒノキヨで多部未華子さんとダブル主演ということで、初の主演を果たすことになります。その後、人気コミックを実写映画化したテニスの王子様などの数々の作品で主演を務める数々の実績のある俳優さんのようですね。はい、今後どのような展開になっていくのでしょうか。はい、高校の昼休み、お弁当を仲良く3人で食べている様子が描かれていました。どうやら会話の内容はですね、日向の進路についてのようです。やっぱり就職かな、両親も弟を大学に入れてあげたいだろうからと、大月家の経済状況を考慮して進路を考える日向が描かれていました。そんな日向は回想シーンが挿入されています。それが非常に笑えるシーンになっていましたね。かねてから大月家のお茶の場で話題になっていった朝ドラおシーンですが、幼少期小林彩子さんが演じられていたおシーンに日向がなっていてですね、両親から奉公に出されるあの川のいかだのシーンが今風にアレンジされていたのか、台車に乗ったいかだのようなものの上に日向は乗せられており、大月家から奉公に出されるといったシーンでした。このシーンはクスッとなりますが、かつて片桐を好きになったルイの回想シーンで、オー・ヘンリーの前女のパンの劇中劇で日向がマーサになっていたことを想起させる演出でもありましたね。はい、はい、そしてどこに就職するのかと聞かれて、全く想像できない日向はずっとこのままでいたいと言い出します。一円にはサザエさんの世界じゃないんやからと言われてしまいますが、同級生は回転焼き屋さん継いだらと提案します。この提案に日向は乗っかります。家に帰って早速ルイに回転焼きの焼き方を教えてもらう日向が描かれていましたが、18年間一度も回転焼きを作る手伝いをしたこともない日向、うまく作れるわけもなく落ち込む日向が向かった先は、そう、いつも落ち込んだ時に行っている映画村だったということになります。映画村の顔はめ看板に顔を入れた日向が見たものは、ミス上映コンテストのポスターを見つけ、自分の進む道が見えたのかもと日向は思っていました。
何しろ賞金が50万円で、キビの城シリーズに出演もできるということもあったので、これこそという感じなんでしょうね。日向に日向の命名の由来でもあるサニーサイド、日向の道が見えた瞬間でもあるようですね。はい、今後どうなっていくのでしょうか。はい、第72話は、冒頭で不愛想な客に回転焼き屋の娘なのに回転焼きが焼けないことを軽蔑しているかのような視線を向けられてしまいます。そして家の経済状況から卒業後は就職を考えている日向に同級生は家業の回転焼き屋を継いでみたらと言われます。早速ルイに教えてもらいながら回転焼きを焼きますが、結果は散々な結果になります。落ち込んだ日向は映画村でミス上映コンテストのポスターを見つけ、これが自分の目指す道と日向の道が見えた様子でしたね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。幕北さんでした。